やべ、楽しみすぎて全然寝れなかった。9時前ですね。やべえ。4時間ぐらいしか寝れてない。すい。はい。うまい。3月5日、ジョイ方南頂点の特定日です。はい、だと思われます。すごいね、いい情報をちょっと前からちょくちょくウッシーさんにいただいてたんですけど、今回初めて潜入してみたいと思います。で、土日がすごいその店暑いみたいに言われてる。で、5も暑いんですよ。しかも、2日前ぐらいから3月5日は、方南町ジョイひな祭りみたいなポスターがね、貼り出されて、絶対イベントを示唆してるだろうっていうことで、先週とかもね、それで暑かったらしいんですよ。ハッピー全五六とか、アイム全五六とかしてたらしいんで、今回絶対あるでしょ。前回は全然特備でもなんでもなかったんですけど、今回はプラス特備なんで、うまそう。やば。よし。本当に並ぶのかな。そもそもデータサイトとかにも載らないような店なんで、全然知られてない可能性があるんだよね。ツイッターとかのエゴサーチとかでも全くもう10年前のとかしか出てこないから、本当に知る人ぞ知る穴場有料店の可能性あるからね。いや、これもうまいるんだけど、なんかすごい、うまい。てか本当に並ぶ人いるの？並ぶ人、並んでる人一人もいない。やっぱ本当にあれだな、方南町のパチンコ屋だけガラパゴス化してるわ。ガセ情報か、もしかして。まあでもそういうのもね、確かめていかないとダメだから。もう30分過ぎてるけど何も始まんねえんだけど、4人ぐらいしかいねえけど、嘘みたいだろ。特味なんだぜ、これで。隣のイベントの方がなんか楽しそうなんだけど、プロレス長州コリキトが来るじゃん。一応なんか抽選35分ぐらい始まりましたけど、11人ぐらいしか並んでなかったので、私の番号で、こんなでっけえの渡されて20分ぐらい待たされるんだけど、面白いな。どこにしまっとくばいいんだよこれ。ずっとパチンコ並び野郎って20分ぐらいいなくちゃいけないの。まあとりあえずジャグラー30台あって、アイムジャグラーが一番台数あるんですよ、12台。でマイジャグが10台で、ファンキーハッピーが4台なんで、まあ狙いはアイムでしょうね。一番多くて設定入りそうで、アイムの末尾5番、やっぱ5のつく日強いっていうことで、こんだけ5をしてるから、まあ、それぐらいしかね可能性ありそうなの今んとこ見出せないんで、5のつく日の特定日の末尾5番、ガッカンするか。ガッカンしねえな。マジか。どこを探る。そう、あれ
普通に外した。でしょう。3回目であんな350、60ぐらいハマるか。どうしようかな。なんか前代系入ってんのかな。1ゲームだけ回されてる台とかあるから、多分おそらくガックンチェックで、やっぱガックンしてない俺の台は多分ないんだろうね。どうなんだろう。アイムジャグラーまだいっぱい空いてるけど、ファンキーマイジャグどうしよう。バックしないな。バックしないな。気が強かっただけの可能性あるけど、ここで200ゲーム以内に当たったら可能性ある。Thank you.
ましょうか。なんとか繋いだ。これ次、これこの次絶対ハマるからね。見てて、全部飲まれる、全部飲まれて終わるぞ。今帰るのがいいんだろうね。半分帰ってきたからね。5000円帰ってきたけど、やっちゃうよね。でも絶対飲まれるよ。見てて。ハイペからしたい。結局じゃん、またマイナス1万。いや、まあでも、なんで同じこと言ってんだ。1万円でこんだけ遊べていいわとかね。4時間遊べたけど、いや全然強くないわ。全然熱くない。設定入ってんのまあ多少はあるけど、3、4台くらいはありましたね。30台中10分の1。それ以外もガンガン吸い込んですよ。ただ勝率 20% ぐらいじゃん。
いや途中レッドブルでちょっと翼授かった感あったけどね、トントンぐらいまで行ったけど、いやトントンで終わらせたら意味ないんだよね、マジで行った意味ないじゃん。でもまああの状況である程度もう設定ありそうな台はもう出てきてる段階で、全く設定なさそうな台最後にガンガンこう適当に打ってたっていうのは敗因ですけど、いやそれにしてもちょっともうちょい強いと思ったわ。それはもうデータも見せねえよな、あんだけ弱かったら。 5のつく日の特定日ってさえ勝率 10% とか 20% いかないぐらいでしょ。いやあれは無理だね、ちょっと5は、ジョイはないっすね。全然全6でも何でもないわ、全5、6でも何でもなかった。一番台数多いアイムジャグラー設定入ってんの1個か2個ぐらいじゃん、見た感じそうでしたよ。全部合算が150以上だったからね。いやマイジャグは10台あって3、4台ぐらいは入ってましたね。マイジャグだったね。しかも最後の数字5番の台アイムジャグラー座ったけど、マイジャグの5の台は多分出てましたね。でしかも一番最初に取られてたね。俺がすぐアイムだなと思って一番台数多いから、その5のつく番号を置いたら2番目に来た人が5のつくマイジャグのやつ取ってたから、まあ知ってる人だったんだろうなって。いやーマイナス1万、今年の総収支マイナス16万いってますよ。ねえ、3月まだ始まったばっかですよ。ねえ、どういうことこれ。今年から何？特定日ガンガン言ってるけど、全く意味なくない？マイナス16万4600円。だからマジで、一回マジ設定5、6積もらないと、一回じゃ無理だな。3回、あと3回、積もってやっとプラマイゼロにできるかなって感じだ。2000枚を3回出して4万4万4万でマジでね、もうこっから1週間もう何もできないじゃん。11日までもう何もやんないですよ、何もない。こっからもう起きて食って寝るだけ。エビフィレオ無料のね、無料のエビフィレオ、いやうまそう、あめっちゃうまそう。いやー設定ありそうな台積もれたらラーメン食いに行こうと思ってたのに、方南町の。あうまっ、9時半。ちょっと結果だけ見てくるか。見てこよう。まあ、ライム1台ぐらい。ハッピー、ファンキーは一つも入ってないですね、多分。マイジャグのみ。マイジャグのみ10台中5台あたり。
ずーっと同じ人がぶん回してるね。どうなんすかね。もう一回行ってみる価値はあるね。このつく日、それで傾向がある程度わかるんで、15日は行こうかな。最後まず買ってきました。長いパン、レモンドね、飲み水、いつもよりタバコ2つ。減る一方だ、本当にマジで。ネギ切ります。一旦これで様子見よう。一旦これで様子見ます。こんな感じで買って、これで、オリーブ、エクストラ大さじの1杯ですね。なんかもう関係なくなっちゃった、関係なくなっちゃった、もうなんか。フランス七味を入り込ませて、はい、訪れました。この時がこちらね、これに七味ですね。これがやばいんですよ。いただいてみます。いて、切れてる。どうかな、どうでしょう。あ、うまないわ。歯ごたえほぼゼロ、これやばい。今日勝ち、今日勝ち、今日も勝ち、余裕で今日も勝ち、余裕すぎ。見ろほら、ニンニク、このえい、今日圧勝だわ。いや、あのままもう寝ようとしてたんだよね。やっぱ料理作る行動してよかったわ。うまいねこれ。いいのこんな買って、毎日買ってさ、いいんすか、申し訳ない。ネギがクリームぐらい柔らかい。レモンチューハイと合うな。こんなうまい食材があふれ返ってるのにさ、コオロギなんて食うかよな。まあでも、マサミが食えって言うなら食うけど。いや、てか怖いんだけど、負けてもこんなにこんな幸せなんでしょ。勝った時どうなっちゃうんだろうな。いや、早く11日になんねえかな。てかどうしよう、マジでやばいんだよね。こんななんかのんきに言ってるけどさ、3万6000円だよ、残り。全財産俺の、31歳男の全財産が、今月末のクレカの支払い代11万、プラス家賃5万2000円。思い出させんな。